クラブチッタは神奈川県川崎市川崎区にある主に音楽ライブを開催するライブハウスである。チネチッタなどと共にラチッタデッラを構成する。チッタとはイタリア語で町を意味する。開設当初の名称はクラブチッタ川崎であった。オールスタンディングの大型ライブスペースの先駆けとして1988年にオープンした。シンボルは客席上に設置された星型の巨大。 舞台照明トラス、通称、星トラスである。クラブシットエーティックは、クラブチッタの会場本体とは別に、2階に設けられた、小規模なライブバーで、独自にイベントやライブ、バー営業を行っている。クラブチッタとは、エントランスも異なる。1987年にシネマコンプレックス、チネチッタを中心に生まれ変わった、川崎映画街に、 1988年2月24日、同ライブハウスを運営する株式会社 HTT が設立された。1988年10月8日、クラブチッタ川崎としてオープンした。同年10月8日、9日のコケラ落とし公園は、久保田俊信のウィズフレンズであった。2000年に周辺地区への再開発に伴いクローズして移転改築に入る。 旧建物での最後の公演は、4月7日のグレーの、クラブチッタトランスフォーム -2000 スペシャル、ライトゲージであった。2002年1月30日から、リニューアルオープニング公演を行い、初日は、ザ・ハイローズであった。現在の所在地は、元の建物から1ブロック移動し、屋上にゴルフ練習場を持っていた、川崎ミスボーリングセンターの跡地である。2005年12月1日、 工業企画のための子会社チッタワークスを東京都渋谷区人南に設立する。現在はラッチッタデッラ内に事務所を移転。2018年10月4日から7日の4日間を創立30周年のスペシャルウィークとしてオープン当時に会場の設立と運営に携わったクリエイティブ集団のキティグループに所属していた久保田俊信や第一線で活躍する多くのアーティストを 自社の工業として誘致し、フライングキティパーティー2018というイベントタイトルで開催。当期間の14は、小倉慶、勝手の会ゲスト、堀内隆夫。15、高中正義、スーパーキティライブフィーチャリング、久保田敏信、スペシャルゲスト、木杉隆夫、スーパーアバイザー、聖勝。サル。16、サタデーナイトロックショー、ザラプソディオンリークラブチッタバンド。 共演に BBD バーブでバンドが出演。最終日の17にはカルメンマキアンド OZ の41年ぶりの復活公演がロックレジェンドリターンズのタイトルで行われた。ありがとうございます。